神戸ローストショコラを食べて思った。こだわりが詰まったこの大粒うまみ、選んだ私は正しかった。何？僕にもください。うまみとこだわりギュッと大粒神戸ローストショコラ。あなたはどっち？グリコ。ほっと一息つける午後のひととき、彼女がパートナーに選んだのは先日近所のスーパーで見つけた神戸ローストショコラだ。早速一粒放り込む。ああ確かに大粒だと納得する。やがて感じるカカオの香り、低温で長時間ローストしたからだ。チョコレートの波が押し寄せる。高温で一気に練り上げることで生まれた雑味のない確かな旨味。洋菓子の町神戸でカカオ豆の状態から丁寧に引き出された本物の旨味なのだ。やはりこれを選んだ私の目は正しかった。こんなにこだわったチョコレートがこんなに手軽に手に入ったなんて。え、何？いや、食べたくなっちゃってつい来ちゃいました。うまみとこだわりギュッと大粒神戸ローストショコラ。失礼しました。どうも。よいしょ。あなたはどっち？